任期付き職員を出張にまあ同行されたさせたということなんですがね、これ最大の時点で何名の方が同行してました。はい、森本総務長。はい、総務長でございます。任期付きの弁護士、29日に3名、同行いたしました。以上でございます。はい、泉市長。任期付き3名の同行の最大の理由は、その際日本弁護士連合会の会長との面談で、日本弁護士政治連盟の方との懇談の要請がありまして、実際地方自治体で働く任期付き弁護士の声をちょっと聞きたいということで、日本弁護士連合会にて、会を催されまして、1時間少しでしょうか、もう少しかな、意見交換をしたという経緯がございます。そういった中で、日弁連の方に出向くということもございました。お伝えしておきます。